皆さんこんにちは。タクシーチャンネル健太です。本日はこちら、入社日までの応募フロー、採用フロー、入社日からのちょっとしたスケジュール感みたいなのをお伝えしていきたいと思います。私は現役タクシードライバー、5年目のドライバーで、月収が50万円以上ですね、ずっといただいてきていますので、その経験をもとに、お話ししたり、最近転職相談ですね、受け付けてますので、よかったら概要欄見ていていただきたいです。はい、それでは本編に入っていきましょう。応募フローとか採用フローについてです。で、これはですね、よく相談いただくんですよ。何ヶ月前から面接受けたらいいですかとか、入社日からですね。で、入社日決まってないんですけど、今って面接受けていいんですかねみたいな話です。なので、一般的に最もスムーズな流れであるフローを紹介したいと思います。で、これは今もうまだ就職、仕事してる人と、今仕事してない人、それぞれあると思うんですが、参考まで聞いていただきたいなっていうのと、もちろんこれだけじゃないフローの流れはありますので、全然2ヶ月とか前後しても大丈夫だと思います。ただ、面接受けてから3ヶ月以上ですよね。3ヶ月とか半年以上先ってなると、タクシー会社って入社祝い金とか保証給のその条件とかが変わってしまうことがあるんですよね。だからどこのタイミングでその祝い金とか保証金のタイミング、変わったタイミングであなたに適用されるのかっていうのはわからないし、その会社次第になってくるのって半年先とかそういうの結構厳しいのかなって、面接受けてから半年先に入社日がありますみたいなんですね。で、そう。あとその車の埋まり具合ですね。結局タクシー会社っていうのは持ってる保留する車に対して人を 2.5 人ぐらい当てたいんですよ。確率勤務で。そう。ってなってくると、その車とかの台数が少なくて、枠が埋まってしまった場合も別に人取らなくていいよねってなるので、この辺もタイミングとかがあります。なので半年先の待機とかはちょっと難しいのかなと個人的には思いますけど、今言ってくれたフローの中で、2ヶ月1ヶ月ってずれる分には何ら問題ないと思うので、ぜひ見てみてください。はい、まずは入社1ヶ月半前ですね。こちらで、情報収集とか求人の検索とか、エージェントの選定、そして、応募までですね、このあたりになってきます。で、入社日、例えばですね、7月に入社したいなって思ってる場合、7月1日ですね、に入社したいなと思ってる場合は、5月の中旬ぐらいからですね、動き始めるといいのかなと思います。で、この情報収集がね、やっぱ結構肝で、私よく言ってるんですけど、古代広告も多いし、どれ見ても、すごいいい待遇じゃないですか。なんで私何の能力持ってないのに、これからね、タクシー業界でできるかもわかんないのに、なんでこんなに待遇いいのとか、なんでこんなにすごいいいことばっかり書くのって思う人が多いのが当然なぐらい、そういう風に書かれていますよね。そう。なので、その辺ね、高待遇すぎるところは、注意した方がいいなっていうのは私散々申し上げてる通りだし、あと転職エージェントですね。一般のその転職会社とかに、転職したいですってなんとなく登録しますと。そうすると、電話かかってきたり、メール来たりして、あなたに、とっておきのお仕事があります。いかがでしょうか？年収600万円。タクシードライバー。どうでしょうか？いや、タクシーなんてやんねえよって、普通の人は大概思うんですよ、こういうふうに。だけど、あれ意外といいんじゃないって思ったあなたは、結構その、いいくじ引きを引いたかもしれないっていうふうに思ったりもします。それはなぜかというとですね、タクシー業界が特別な勤務体系だからです。月に12回しか働かずですね。で、部率でお給料が決まるっていう業界ですね。だから意外と会う人は会うんですよ。で、しかも時間はあることはもう間違いないんですよ。これは私の経験上なんですけど、普通の会社より全然時間があると。ただ逆に言えば、そのデメリットとして会社選びが非常に難しいとかっていうのはあります。で、それを例えばその普通の転職会社の人が分かるのかっていうのは私結構疑問なんですよね。だって確実勤務やったことありますかって思うし、消防士とか似てる働き方だったりするんですよ。すごい調べたらそれぐらいしかなくて、あと警察とかね。とか、あとそのブリツっていう概念どういう感じなんですかとか。今のそのタクシーとお客さんがいて、私たちがいるからお客さんのその多さとか、タクシーの多さってどんな感じなんですかって、これ地方にも違うんですよ。東京だとか、名古屋だとか、例えば金沢だとかに。でも全然違うし、景気の波はやっぱり受ける仕事なので、そういうところで、説明とか業務の内容とか、説明してほしいな、みたいなのは思ったりはします。多分、当たり障りない説明な感じで、納得して入る人はそれでいいんでしょうけど、いい会社に当たればいいですね、とは思ったりはして。はい。なので、このあたりは、タクシーやったことある人に、聞くのが一番いいのかなと思います。私は現役ドライバーですけど、東京には300社、タクシー会社あります。
私が思う、まあ、この会社いいよねっていう会社20、多くて30ですね。まあ、このあたり当ててくれば、まあ、なんだろう、その、私が言ってるような待遇とか、結構働き方すごいいいよっていうところも手に入って年収とかもまあ結構近い方まで行くのかなと思います。もちろん本人の努力絶対必要なんで、まあこの辺はね、まあちょっとやっていただきたいなとは思うんですが、まあほとんどの人がですね、給与保証とか、まあされてる額以上は言ってますんで、今特にそんな大きく年収が高くない人はぜひチャレンジしてみてもいいのかなと思います。で、そのこう、1ヶ月半で応募までやっていただけるといいのかなと思います。なぜかというと、応募してから結局面接の日って決めるんですけど、あなたとその会社の面接の日程って、まあ会社はまあ、主にね、毎日やってるので、いつがいいですかっていうので合わせて、まあ行くことになるのって、ちょっと余裕持って早めに、面接の日程は組んだ方がいいのかなと。で、最近夜も面接やってる会社もありますが、基本的にタクシー会社っていうのは管理者とか、その面接の人が、まあ、8時から5時っていう、まあ、人もいますし、私たちのその営業所とかで忙しいのは結構6時から昼の3時だったりするんですよ。だからこの時間で勤めてる管理者って結構多いんですよね。その現場の人は。6時宿舎の3時、2時退社みたいなのが結構多いので、そう、その時間でまあ、こう、平日いいなっていうふうな、特に中小の会社は、まあ、平日はそういう時間だとありがたいなとかと思ってる会社は多いのじゃないでしょうか。まあその辺はね、こちらはまああんまり気にせずに、自分が行けます、この日行けますとか、この時間だと大丈夫ですっていうのをまあ提示してもらえば、向こう合わせればいいのかなと思います。はい、次ですね。次は、1ヶ月前。ここで面接を受ける。会社説明会を受ける。健康診断を受ける。このあたりになってきます。1ヶ月前までですね。で、この辺はまあ1日で全部終わらせる会社も最近出てきてます。で、まあ2日に分ける会社はまあ一般的ですね。なので、まあ、面接受けて、まあ、大丈夫そうだなと思ったら、自分も行きたいなと思ったら、そのマッチングですよね、会社との。これどうかなって、行けるかなっていう。まあ、合格もらえば、例えば健康診断どうぞとか、健康診断受けてみますかっていうのを、日時決めて、受けてもらいます。健康診断もそんな難しいものじゃなくて、もうほんと3、40分で終わる感じのものなので、提携してる病院に行って、受けてもらって、で、次の日にね、結果出る、次の日かな ?2、3日だったかな結果出て、で、会社がそれを見て、ってなると、1週間ぐらい、時間必要なので、まあこの辺でその健康診断も合わせた上で内定が出るような仕組みになってます。で、この面接とか内定、面接終わってから内定までですね、をまあ1ヶ月前ぐらいに、こう入社日のから1ヶ月前ぐらいまでに終えてもらえると非常にスムーズなのかなと思います。これは今就職してる方ですね、今働いてる方も、まあ今の現職に対して辞めるっていうのは1ヶ月前に言えっていうところとか、まあ2週間前に言えっていうところがいろいろあると思うんですけど、就業規則で。まあ大体は1ヶ月前ですよね。なので、退職意思を示すときに、結構まあ、タイミングがいいよね。内定待ってる方がって思いますし、今のなんかタクシー業界は結構人手不足なので、受かるでしょうと思って、まあ、やっぱ落ちることも全然あるので、しっかり内定もらってから、働いてる人はね、内定もらってるから辞めるというのがまあ、いいのかなと。普通そうですよね。いいのかなと思います。あとすでに今、お仕事してない方ですね、失業中の方は、その再就職手当とか、まあ、そういう、雇用保険の兼ね合いでですね、失業手当全部もらってから就職したいとか、再就職手当もらいたいから、そのタイミングで合わせてほしいとかっていうのも、まあ、全然その入社日をずらすことで可能だと思うので、まあ、その辺も踏まえてしっかり、取りっぱぐれのないようにね、あなたたちが払った保険の雇用保険なので、しかもらえるものはもらって、次の仕事行きたいですね。はい、それではですね、しっかり入社日になりましたと。で、入社しますと。そしたら、まあ入社してからですね、次は1ヶ月半ぐらいは研修っていうのがあります。で、これは人によりますね。例えば2種免許持ってる人とかはもう少し短くなります。1ヶ月ぐらいになるのかな?なりますし。で、研修。他には、地理試験とか、あとはグループ研修だとか、グループ、そのアンドンの研修ですね。とか、あとは社内の研修。などがこのあたりでありますと。地理試験、法令試験とかですね。ありますね。あと、まあ、2種免許もこの期間で取りますと。で、1ヶ月半ぐらい経つと、まあ、研修終わりで、いざデビューになります。で、デビュー時は、その最初、その、天井って言って、横に、その先輩が乗って、デビューすることになります。
まあ、その添乗がね、だいたい1日だったり3日だったり人にはよるんですけど、その添乗員が OK 出したら、まあ大丈夫かなっていうのがあります。絶対ね、その初めての人が陥る、ミスっていうのがあるんですよ。これ、紹介しますね。添乗してるじゃないですか。で、お客さんいて、あ、じゃあ乗せようかってなって乗せますと。扉開けられますと。ご乗車ありがとうございます。何々交通の源太ですと。って言うて、お客さん乗ってくるじゃないですか。で、どこどこまでお願いしますって。あ、わかんないんで、道わかんないんで教えてもらいながらとか言いながら、なんかそのやっぱり添乗の人が、私は添乗員のなんとかと申しますって、新人の指導で乗ってますので、よろしくお願いしますみたいなこと言って、で、添乗の方が道は教えてくれるんですよ。そうだけど、私たちやんなきゃいけないって他は全部やんなきゃいけないんじゃないですか。で、絶対忘れるのがメーター これ入れ忘れるんですよ。だパニックってるっていうか緊張してるから、そのまま走り出しちゃうんですよね、普通の車と同じように。だけど、タクシーは絶対にメーター入れなきゃいけないから、で、メーター入れないで走るとね、そのタクシーセンターに見つかると、すごい重い、なんていうの、罰則があるんですよ。そのメーター不使用かなっていう罰則があって、メーターはね、絶対最初入れ忘れますね、最初のお客さんとかの時は。そう。で、自分が、独り立ちした時も入れ忘れやすいので、メーターはちゃんと入れるっていうのを確認したらいいのかなと思います。で、デビューからですね、3ヶ月ぐらいは、まあ結構辛いです、この仕事。なぜかっていうと、まあ、道がわからないからですね。はい。あとは、確日勤務の勤務形態に合わない、体がまだ慣れてないので、起きる、寝るがかなり辛く感じると思います。わー、眠れないなー、やばいなーっていう日もあると思いますし、わ、もっと寝たい、無理無理無理、全然体が疲れてて、ベッドが起き上がれないよーっていう日が結構あります、最初の1ヶ月、2ヶ月とか。で、プラス、仕事に行ったら、道知らないで怒られるみたいな、自腹切るみたいなのも結構あります。なので、この期間でしっかり道の勉強とか、ちょっと辛いけど、頑張るんだっていうことを、思ってくれたら乗り越えていけるのかなと思います。で、次ですね、最後、6ヶ月目ぐらいですね。これはもう売上の結構伸びに対する天井とかが、この6ヶ月であったりします。6ヶ月間で、最初の6ヶ月間で売上がこうやって伸びていく人と、まあそのままこういう人と結構差があるんですよね。で、こういう人は、まあ大概はそのままトップドライバーに進んでいく感じです。で、もちろんここだからといってダメなわけではなくて、この後でからね、頑張れば少しずつこうやって上がってきますので、いいのかなと思います。ただ、この最初の6ヶ月でやっぱり売上伸ばしきった方が楽なので、本当に売上の勉強の仕方とかもね、結構楽なので、私はその最初にしっかりその営業スキルっていうもの、マニュアルっていうものを参考にしてしっかり頑張るんだよっていうのは私の論調だったり、私もそうやって学んできたので、まあそういうふうに、中で宣伝です。 Twitter の DM で都内タクシーの転職相談を受け付けています。簡単な質問から優良企業の紹介、斡旋も行っております。源太経由で入社された方の限定特典として営業スキルの伝授などを行っております。詳しくは概要欄、ぜひご覧ください。はい、本日は応募のフローについてお話ししました。簡単にまとめると、入社日、想定する入社日よりも、まあ1ヶ月半ぐらい前から、まあしっかり動き出して応募して、で、1ヶ月前には、まあ内定取れると、まあ非常に楽だよ。だし、かなり、まあゆっとり、ゆたりのある状態で、まあスタートすることができると。で、例えば入社日まで内定もらいましたと、いや、やることがないです、暇ですみたいな方もいらっしゃいますけど、特にやることってないので、まあ強いて言えば知事試験の予習ぐらいなんですけど、まあそれもね、ちょっとね、特殊な試験なんですよ、知事試験も。知事法令試験っていうのは、まあ、暗記みたいな感じなので、別にそのみんなで一緒にやって集中してやった方が私は効率いいのかなと思うので、体をゆっくり休めたり、まあタクシーってどんな仕事だろうなとか、まあ稼げたらいいなとか、祝い金もあったら何に使いたいなみたいなのを考えて、まあ青写真を描いて入ってくればいいんじゃないかなって私は思ってます。はい、本日のお話は以上です。引き続きタクシーの情報を発信していこうと思っています。よかったらチャンネル登録、ツイッターでは出番の日の一部の売り上げとかを公開しています。まあ、前出番ね、ちょっとね、購入するのは私ね、ちょっと疲れてしまうのとね、写真とかね、いちいちその、大きい、1万円以上のやつ撮ったぜ、つってこう撮るのも忘れてるし、なんかあんまりね、その見バレとかも結構あるので、まあ、ちょいちょいこう、ピックアップしてやってますけど、よかったら、市況はこんなもんだよっていうのをまあ見ていただけたらいいのかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。